カッパ延長グッズ第3弾、12月13日まで延長のお知らせです。購入画面までたどり着けない、よくわからないという声を多数いただいております。大変申し訳ございませんでした。動画下説明欄より直接ショップに入れるように変更対応させていただきましたので、この機会にぜひどうぞ。はい、カパーチェブクロカッパ延長です。じゃあ今度はね、ナイキのお話の続きいきましょうか。まあ例の日本人差別ね、CM がね、まあ相変わらずこの海外でもね話題になってるんですけども、今回ねその話じゃないです。まあ前回、そのお話の中でもちょっとだけお伝えしましたけどもね、このウイグル人、要はもう強制労働製品、要はこのねウイグル人を奴隷のようにこき使ってね、それでこの製品をこの作ることを禁止する法案っていうのがねあったじゃないですか。これに反対するっていう、そういう動きをしてるんですよね、ナイキが。でそれに対してけしからんと世界中からね非難、ツッコミと非難が殺到してるっていう、それはそうなりますよね。うん、で、まあちょっと見ていきますけども、まあ最初の人がね、ナイキの Just Do It は、奴隷労働に関してはこういう意味だぜ。ナイキ、コカ・コーラ、あとアップルもそうでしたよね。その他の企業が、新疆でのウイグル人、奴隷労働製品を禁止する法案に、反対するんですよね。で、ナイキはね、かつて、何でしたっけ、なんか、NFL じゃなくて、なんかそういうスポーツのほらリーグでさありましたよね、うん、でその時にナイキはこの時には、たとえ全てを犠牲にしてでも、何かを信じろみたいなことをね、もっともらしく言ってね、そういう CM を作ってたんですけど、まあ、アメリカ企業は何か文化的な問題が起きた時に啓蒙的なメッセージを送ってるので、収益を損なう場合でも奴隷労働に反対すると思われがちである。ではなぜ彼らはウイグル人奴隷労働によって作られた輸入品を禁止する法案に反対しているのか。そう、反対してるんですよ、ナイキも。ナイキのような一部の企業はすでに新疆ウイグル自治区からは製品を調達していないという声明を出している。しかし問題は非常に多くのウイグル人が奴隷労働に従事しており、中国はそういった情報を隠蔽しているため、ウイグル人がどこで働いているのかわからないということである。つまり中国には奴隷労働が非常に多いので、企業はサプライチェーンのどこに奴隷労働があるのか確認できていない。よってこの法案が可決された場合、国際機関や主要メディアの調査によってこれらの企業は連邦法に違反していると訴えられる可能性がある。まあだから反対してるってことなんですかね。さて、じゃあここから世界の反応ですかね。ちょっと見ていきますよ。最初の人が、自分はナイキボイコットするよ。まあそもそも最初から買ってないけどね。そうっすね、同じく買ってないですけどね。で次が、模範的な市民だな、自分もナイキ製品は何も買わないぞ。で次が、値段の高すぎるゴミだな、品質じゃなくブランド名に金を払ってるようなもんだし。で次の人、だがコカ・コーラ製品回避するのは難しいけどな、独占状態だろ。で次の人、水と茶飲めばいいんだよ。そうっすね、お茶飲めばいいですね。で次、実際この法案で彼ら利益にそこまで影響があるわけではない。なぜ反対してるかといえば、中国をなだめるため、彼らは中国から締め出されるのを恐れているんだよ。つまり彼らは外国の力によってロビー活動をしているわけだ。アメリカは選挙資金改革をするべきだ。で次の人が、 100% それ。で次の人が、露骨な美的シグナルの陰にはいつも罪が隠れている。で次の人が、投影というやつだな、リベラルの得意技だ。で次が、企業は広告のために自分をよく見せようとしているだけなんだよね、なぜみんなこれに引っかかるのか。で次の人、でもみんなナイキ買うのに忙しいんだろう。で次の人、それが問題だよね、大企業がみんなが製品を買うから奴隷労働を支持し続けている、すべては金のためなんだ。で次の人が、待て待て、みんな弾圧が嫌いだから略奪して街破壊してたんじゃないのか、あれが完全なクソの塊だったっていうのか、なんだって、これ何のこと言ってんのかな、 BLM のこと言ってんのかな。で次の人、典型的なアメリカの自分の問題じゃないから関係ない主義だな。で次の人、ウイグル人は黒人じゃないから奴隷制じゃないんだぞ。で次の人、ウイグルライブス、リブスマター、いや待て、黒人以外の命は大事じゃないからレーシストだ。BLM の人たちは本気でそう言いそうですね。
で、次の人、民主党支持者だが、これについては完全に同意だわ。奴隷制はなくすべき。で、次の人、ナイキはしょうがない、数セント払ってやれぐらいにしか思っていない。と、まあ、こんな感じで、ちょっと後半分かりにくいところもありましたけどもね。まあ、要は、我々日本国民としてはね、もうだって日本であのわけのわからん日本人差別 CM を作っておきながら、ウイグル問題は看過しますって言ってるわけでしょ？笑えますよね、本当。そんな企業なんですね。まあ、もともとね、まあ僕も個人的にこんなダサいブランドの靴履かないから、別に不買も何も最初からないんですけども、まあ、亡国人にね、日本人が不当にね、貶められてるっていう、あの CM も作ってくれるんなら、まあ、まだちょっとわからんではないですけども。まあ、それはないんでしょうね。まあ、このタイミングで結局あのね、例の CM も打ったっていうことは、まあ、もう要はそういう理由からだったんですよね。最初からね。だから日本人を叩くんであればね、世界のね、まあ、要はちょっとよくわかっていない人たちは誰もね、気にも留めないだろうし、ね、形だけでもね、人種差別そのものに反対している姿勢はね、取れなくもないでしょ。我々にとっちゃ冗談じゃない話なんですけど、ね、海外の人たちなんて所詮そういう認識の人の方が多いんで、さらにね、日本を叩くことでね、この中共を喜ばすこともできるんで、ね、まさに一石三鳥ってわけですよ。ね、冗談じゃないですよね。ナイキはもう日本で商売させちゃダメだな。なあ、もうね、正体はバレてますけども、ナイキはこの選択的人権活動する典型的なパヨクってことでいいですね。だってね、あの某国がある半島に由来する学校をね、通っているね、女子学生がなんで日本の学校で差別受けるのね、早速フィクションだってバレましたっていう話はね、確かもう一個のチャンネルの方でお伝えしたかな。実話だって言いながらね、要は日本国内にあるね、あの半島に由来するね、ある組織がありますよね。2つほど、そのうちの1個、北半分側のね、組織があるじゃないですかね。で、まあ、そのプロパガンダを垂れ流しにするね、偏見に満ちた企業、それがナイキの正体ってことですからね。だから日本を貶めて、日本人から金儲け、ね、金巻き上げて金儲けをしようとする。日本人の税金を使ってね、日本人を貶めるパヨクと全く活動、ね、考えてることとやってることが全く一緒でしょ。もう日本人はね、もうこの企業日本から叩き出さなきゃダメですよ。敵なんで、日本の。ね、金に釣られてですよ。ね、某国がある半島のね、北部、北半分とか、ね、中国の味方をしておいて、ね、日本で商売しながらね、日本人を、日本国民を貶める、そういう活動をしてるってことですからね。もう、御しがたいでしょ。ね、完全に許せないですよ。結局、そのウイグルでの話なんかを、要はごまかすため、ね、薄めるために、ね、要はこの他に注目ね、あの世界の注目が他へ行くために、他にこう逃がすためっていうのかな、こういうことをね、自分たちのね、実態をこう隠したいから、ごまかしたいから、また要は日本が利用された格好ですよね。で、実際世の中にはね、世界中にはまだまだ日本を叩いたら喜ぶ人たちたくさんいるんで、だから結局こういうことになるんでしょ。まあ、でもよくよく考えたら、ほらね、某黒人テニス選手にはぴったりのスポンサー企業様ですよね。ね、すごいですよね。やれ黒人だの、ね、某黒人だのっていうこうね、騒ぐ割にはさ、ね、ウイグル人を強制労働させるのは認めるね、やめさせるのに反対するっていうんですから、とんでもない企業ですよね。結局これもね、いろんなところでね、昔から言われてますけど、結局この差別だの人権だのをこうやって餌に、金稼ぎに利用する企業がいる、い続ける限りね、もう差別自体がね、人権を侵害する、そういう事象がね、なくなるわけがないんですよ。だって利用している分、一番立ち悪いじゃん、こういうナイキみたいな企業は。まあ、一応復讐というかね、まあ復讐も兼ねて、この我々日本国民がね、決してこう買ってはいけない外資企業、まあ有名どころだけね、まあ例えばまあ自動車だったらアウディでしょ。まああとはまあそうですね、まあ某国の人たちがね、大好きなウームスンね、あれなんかもそうですし、でまあ今回のナイキ、いやー、しかしもしかしたら人によってはね、いや、ナイキこんなとんでもない企業だったんだ、冗談じゃねえよってね、ちょっとショック受けた人ももしかしたらいたかもしれないですよね。ね、もうなんだったらもうエアジョーン早く発売しろよってとこですよね。
まあナイキね、もともとこの鬼塚シューズ、アシックスですよね、から技術やノウハウを教わってね、この鬼塚シューズをアメリカで販売することから始まった会社ですよね。なのにアメリカで成功した途端にね、提携して、していたくせにこの鬼塚シューズ訴えて訴訟を起こすね、もう暴国みたいなね企業ですから、大体ナイキ持ち上げて大人気に仕立て上げてプレミアムブーム作ったのって反日マスゴミどもですからね。うん、まあいい世の中になったといえばそうですよ。こうやって正体がね周知されやすくなったんでね、うん、もともとこの企業の在り方って知ってる人もたくさんいたんで、あ、やっぱそっち系のそういうやつらだったんだなっていう感想です。二度と手を出したらダメですしね、うん、もう日本で商売させたらダメですよね。うん、ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。